野球ファンなら知っている、ただの和人は消える魔球の使い手である。消える魔球とは、直球が速く変化球も多彩だが流れを変えたい時に投げる超スローボールのことである。高3時代は2学年下のジャングルポケット斎藤らと甲子園を目指し、地方大会驚異の防御率 0.23 を記録し甲子園出場を決めた。2012年、日本シリーズで加藤健栄の投球が危険球と判断され退場処分となったが、実際には当たっておらず判定をめぐりお茶の間を騒がせた。よく響く美声と綺麗な手が大人気で、声フェチ、手フェチのファンが多くいる。せっかちなことも相まって非常に投球テンポが速いせいで多く王に輝き、当時の吉井コーチから投げる前に審判にウィンクしろと言われたが、せっかちで瞬きすらできなかった。